こんにちは、Jです。今日は南雲先生の実年齢より20歳若返る生活術をご紹介していきます。帯にもありますが、こう見えて56歳、すごく若く見えますね。30代の時はめちゃめちゃですねおじさんだったんですけど、それはこの本の中を読んでいただければと思います。実際に私もいろんな健康法の本は読んできて実践していたんですが、少し体が冷えてしまったりですとか、ぶっちゃけた話、膝が痛くなったりですとかですね、いろんな問題があったんですね。そこで南雲先生ははっきりと聞いてくれるんですね。その健康法であなたの体は喜んでいますかと問いかけられてしまいました。でですね、ほとんどの健康法が間違っていると南雲先生が主張なさるのは、やはり自然の摂理に背いているからだということなんですね。ということで、この本の中には自然法則の知恵がたくさん書かれています。特に野菜と果物の違い、あなたは分かりますかという問いかけ、分かりますか？野菜というのはですね、食べられたくないそうなんです。果物は食べられたいんですね。野菜はシュウ酸というものが入っているので、食べてしまうとですね、お腹を壊してしまうんですね。一方、果物にはシュウ酸が入っていません。だから動物さんたちは安心して食べることができるんです。だけど種はですね、非常に硬いし、まずい、毒素が入っているわけですね。結果、動物さんたちは、食べて遠くに行って、栄養、つまりうんちと一緒に出してくれるんですね。これがやはり自然の種の存続のための、自然の法則ですね。これをたくさん生かした結果、南雲先生はこんなに若く見えるということですね。よかったら自然法則がたくさん詰まったこの本、あなたも読んでみてはいかがでしょうか。以上です。